どうも、佐々木あさひのビログチャンネルへようこそ。さあ、ちょっと顔が乾いてるので早速スキンケア始めていきたいと思いますけれども、今日はね、コラムで大人女子と子供おばさんの恋愛の違いっていうコラムを書いている方がいてね、その人の記事で、あんなに好きだったのに脈なし恋愛が身勝手な憎しみに変貌する原因っていうちょっとややハードめのコラムのなんですけども、それを見ながら話していこうかなっていうふうに思います。私のビログとか、あの中学生とかすごい若い子とかも見てたりするので、今日やっと告白しましただったりとか、手を初めてつなぎましたとか、そういうピュアなあのコメントとかも残してくれる子とかがいるからちょっとなかなかわからない部分もあるかもしれないんだけど、逆に私ぐらいの年齢の人もいると思うので、はい、やっていきたいと思います。結構私この人のねコラム好きなんですよね。リンクも下に貼っとくんで見てくださいね。では読んでいきます。子供おばさんは片思いの相手に振られると可愛さ余って憎さ100倍になります。もちろん相手が自分を傷つけるようなことをすれば憎くなる気持ちも納得できます。でもそうではなく、相手が単に自分に振り向かないからといって憎くなる場合は、そもそも彼に本当の愛情を抱いているわけではないかもしれませんよ。その通りかもしれないですね。本当の愛情は見返りを求めるものではありません。だから相手が自分を好きにならないからといって嫌いにはなりません。もちろんそんな本当の愛情を持てる人はそう多くはありません。でも自分を振った相手を憎めば憎むほど、相手を本当の意味で愛しているわけではなかったことに気づいた方がいいでしょう。そうしたらその声も失ったところで、そもそも憎むようなことなのかをもう一度自分に聞き返すことができるからです。では本当に抱いていた感情が愛情ではないならば何だったのかというと、それは自己愛、自己の愛ね、自己愛です。実際に愛は憎しみには変わりません。自己愛が憎しみに変わるのです。これの最上級がストーカーとかさ、そういうのがあると思います。で、自己愛が憎しみに変わる時の心理はどういうものなのかというと、私がこんなにあなたのことを好きなのにどうして振り向いてくれないのという思いです。さらに、そんな私の大事な思いを無駄にさせて悔しいという思いもあります。でもそれはあなたにとって特別な思いであって、相手にとって特別な思いではありません。つまりそれで相手を憎しむのは残念ですが筋違いなのです。逆に大人女子はただただ相手を好きになることができます。付き合うか付き合わないかというのは関係性の話に過ぎなくて、相手を好きだという愛情に変わりはありません。もちろん片思いは切ないものです。でも相手は自分のことを恋愛対象にしていなくても憎んだりはしません。相手が魅力的なことには変わりないですし、相手の存在が自分をときめかせてくれたので、それだけでも相手に感謝の思いすら持てるものです。だいぶ大人女子だね。ここまでいくとすごいね、だいぶ自立しているなっていうふうに感じますね。子供おばさんは人を好きになると相手に執着し始めます。好きな相手は自分と付き合ってほしいし、週末は自分のために時間を作ってデートしてほしいし、いつも自分のことを考えてほしいと望みます。さらに自己中心的な人はそうしてくれない相手に不満を持つこともあります。結構こういう女の子多いと思うんですけどね。なんかそのぐらいちょっとわがままぐらいの方が男の人も好きだったりするっていうのも聞いたりとかもするしね。でも相手が自分と付き合うのも付き合わないのも、デートをするのもしないのも相手の自由意志です。それを強要することなどできるはずがありません。相手の立場に立って物事を見られるようになれば、自分がいかに自分勝手な気持ちを抱いているかがわかるはずです。自分目線でしか相手を見られないから、そこに気づけないのです。そんな考えや思い癖を直さないと結果的に自分が苦しみますよ。振り向いてくれない相手を憎んでいる場合ではありません。そうすればそうするほど自分をどんどん不幸な女性にしてしまいます。憎むくらいであれば、まずは不幸な女性から抜け出すためにも、自分を振った男性なんて見る目がないわと思って心から手放してみましょう。いつか振られようが振られまいが、ただただ相手を好きになれる、そんな愛情を持てるようになった時、あなたの恋愛もずいぶん変わっていくかもしれません。
それによって相手の態度が変わっていくこともあります。人は本当の愛情を感じると心が動くことが多いからです。人を憎んでいる人が自分のことを幸せになんてできませんよ。より本物の愛情に近い思いを持てるようになって、自分をもっともっと幸せな女性にしていきましょうね。ということで、まとめますと、子供おばさんは振り向いてくれない相手に対して可愛さを待って憎さや9倍になる。大人女子は相手をただただ愛せるので、振り向かない相手とも良好な関係が築けるという記事でございます。はい、皆さんはいかがでございましたでしょうか。私は大人女子ですねっていうふうに言いたいんだけども、やっぱそこまでなんていうのかな、切り替えれない部分ももちろんありますよね。でここで言う大人女子って本当に自立してる女性像をこうコラムでは書いてるので、なんだろう、一人でも生きていける人なんじゃないかっていうふうに思っちゃうぐらい本当に自立してるんですよ。だからそこまでの必要性があるのか、いつもこのコラムを読んで思うところではあるんだけども、まあでも客観的に言えばこのぐらいやっぱり相手の意思を尊重できる女性っていうのはかっこいいですよね。これってなんかこう仕事とかでも言えることだと思うし、仕事のパートナーだったりとかでも言えることだと思うし、友達でも言えることだと思うし、学校とかで言うならば 班長とか飼育員院長とかこう下の人の意見とかをこう取り入れたりする時とかにも、こう自分が上だからって言って全部通すっていうのとはまた違ったりするじゃない。だから自己愛だけではなくて、もう相手もいるんだっていうことも分かった方がいい時がありますよね。以上、大人女子と子供おばさんの恋愛の違いという内容をお送りいたしました。みんなはどうでしたかね。ぜひコメントで教えてください。あとね、私ツイッター佐々木あさひというアカウント名で持ってるんだけども、もしビログお休みする時とかがあったら、そっちでも伝えていきたいなっていうふうに思っているので、今日はお休みしますとかね、例えば。なのでもしよければ楽しみに夜中まで待っててくれちゃうとね、もったいないというか、ね、みんなが寝不足になっちゃうんで、ツイッターの方フォローしてくれれば最新情報を伝えられると思うので、ぜひフォローの方お願いします。そんな感じです。じゃあ今日はここまで。また明日ね。